失踪者、失踪者、失踪者、デア・ファーショー・ラナは、フランツカフカの長編小説。1912年から1914年執筆。故郷を追放された、ドイツ人の少年カール・ロスマンが、様々な出来事に遭遇しながら、異国アメリカを放浪する様を描く未完の作品。生前は、未発表であったが、第一章にあたる部分のみ、カフのタイトルで、 生前の1913年に発表された。この作品はカフカの死後の1927年、審判、城に続いて、友人マックス・ブロートの編集によって、アメリカの代で刊行された刊行は最後になったが、執筆時期は3作の中で最も早い。カフカの走行自体には、作品タイトルはなく、ブロートは生前のカフカが、 アメリカ小説と表現していたことに基づいてこのタイトルを付け、これが長い間これが作品名として流通していた。しかしその後、カフカが失踪者のタイトルを予定していたことが日記から判明し、1983年の批判版、前週以降は主に失踪者のタイトルが用られるようになった。失踪者は1911年末に着手され、1912年8月に、 かけて第一項が書かれた。この第一項はカフカ自身によって破棄されており残っていない。現在残っている第二項にあたるものは1912年9月26日に書き始められたと考えられるもので、これは同月22日から23日にかけて短編、判決を書き上げた直後にあたる。この第二項はカフカの六冊目の引帳にて書き始められており、 この引き帳がつきた後はそれ以前の引き帳の余白に続きが書かれている。その後、返信の執筆などを挟んで書き進められていたが、1913年1月頃に行き詰まり中断し、1913年5月に第1章のみ、カフ、ある断章の題で、クルトボルフ社から薄い本の形で刊行された。その後1914年8月になって、再び、 失踪者に着手し、いくつかの断章を書き上げたものの最終的に未完のまま放棄された。カフカ自身はアメリカに行った経験はなく、作中のアメリカの描写はすべてカフカの創造によるものである。カフカのいとこには両親の手でアメリカに送られたものがおり、また別のいとこは十四歳の時に女中との間に子供を作っていて、これらのことから、 作品の着想が得られたと考えられている、アンソニー・ノース、カフカ家の人々参照。主人公、カール・ロスマンの年齢は、総校では17歳だが、第1章にあたる部分を、カフとして発表する際の聖書では15歳に、改められ、最終的に交換された際さらに16歳に、改められた。マックス・ブロートの編集による、アメリカでは、 カフの原稿をそのまま用いたタメロスマンは16歳に、その後の思考版全集では走行に基づいて17歳に設定されている。カフカの走行では、第1章から第6章にあたる部分までに章題が付けられており、さらにこれに続くと考えられる2辺の題のない断章、車が止まったで始まるものと、起きろ、起きろで始まるもの及び前後のつながりの不明な3つの断片、 ブルネルダの出発という台がある一つと台のない二つが存在する。マックス・ブロートはアメリカとして観光する際にこれらを再構成し、車が止まったで始まるものと断片のうち二つを組み合わせて隠れが似ての照明をつけ第七章とし、街角でカールはポスターを目にしたで始まる最も長い断片にオクラホマヤ外劇場の台をつけて第八章としている。 以下では1983年の思考版全集、池内治役、カフカ小説全集の構成、内容に基づいて、各章の概要を記す。故郷のドイツで、年上の女中に誘惑され、子供まで宿してしまったカール・ロスマンは、両親の手でアメリカへ追い払われた。ニューヨーク港へ帰船が到着し、下船しようとしたところ傘を忘れたことに気づいた、ロスマンは、 慌てて取りに戻る。そこでこの船のカフに会い、話を聞くうちに、彼がこの船で屈辱的な立場に置かれていることを知る。疑憤に駆られたロスマンは、船の上役に勢い込んで訴え出た。しかしカフは、日頃の勤務態度が良くない上に、興奮して自分の主張をまとめられない。その時、一人の紳士がロスマンに語りかけた。カレードワード・ヤーコブは上院議員であり、 ロスマンの実のおじであった。ヤーコブはその場をまとめ、ロスマンを引き取ることになった。裕福なおじの下で、ロスマンは何、不自由ない暮らしに浸っていた。おじは大きなオフィスで仲介業を経営しており、ロスマンの教育にも非常に熱心であった。ロスマンは英語に続いて、おじの父であるマック氏から乗馬を習うことになった。ある日、ロスマンはおじの取引相手の銀行家。 ポランダー氏に自宅へ招かれる。しかしおじはなぜか認めようとはしない。ポランダー氏の懇願もあって、結局一晩だけで出かけることになったが、ロスマンはおじが来かかりだった。ロスマンとポランダー氏は自宅玄関でポランダー氏のマナ娘、クララの出迎えを受けた。クララはグリーン氏が来宅していることを告げる。ポランダー氏は憤慨するが、 四人で夕食を囲むことになった。食事の後、ロスマンはクララに部屋へ案内されるが、ふとしたことから、つかみ合いの喧嘩になってしまう。しかしクララは、レスリングの心得があり、ロスマンは押さえつけられてしまった。クララの部屋へ行く気が起こらず、邸宅を徘徊するロスマン。ポランダー氏とグリーン氏の下へ行き、おじのために、すぐに帰りたいという。しかし、グリーン氏に、 十二時になったら、帰らせてあげると言われ、ロスマンは怒るが、時間までクララの部屋へ行く子になる。乗り気のしないまま、クララに習いたてのピアノを聴かせるロスマンに、冷やかし半分の拍手が降り注いだ。相手は、マック氏で、彼は、クララの婚約者だった。時間が来て、クリーン氏に会うと、彼は、十二時に、ロスマンに渡すことと書かれたおじからの手紙を差し出した。そこには、 自分の意志に背いたロスマンを追い出すと書かれていた。ロスマンはトランクと傘を手に、あてもなく夜の街へ飛び出した。しばらくして、ロスマンは食堂を兼ねた安宿を見つけた。そこへ泊まることにするがその部屋はアイベアで、すでに先客がいた。アイルランド人のロビンソンとフランス人のドラマルシュである。朝になり、宿を出た三人は、バターフォードの農場手伝いか。 カリフォルニアの先洗いの仕事を求めて旅を共にする。夜になり野宿をすることになった。近くのホテルオクシデンタルで食料と酒を調達するよう言われたロスマンはホテルへ向かう。親切な従業員の女にホテルへ泊まるよう誘われるが、ロスマンは断って外へ出る。しかし三人は喧嘩になってしまい、ロスマンは一人でホテルへ行くことにする。 ホテルに着くと、ロスマンは、先ほどの従業員で、同国人の調理主任から、エレベーターボーイになるよう誘いを受けて承諾した。タイピストのテレーゼとも仲良くなり、このラムゼスの街で、ロスマンの新生活が始まった。ロスマンは、エレベーターボーイの仕事をうまくこなす。テレーゼや、同僚のジャコモラと楽しいひとときを過ごし、一ヶ月半ほどが経った。ある日、 隣のエレベーターの担当が姿を見せず、ロスマンは業務に暴殺されていた。そこへ、ロビンソンがやってきた。彼は小じゃれた身なりをしているが、酒の匂いがした。酔ってまつわりつくロビンソンは、ロスマンに金を貸せという。ロスマンは二度とここへ来ないことを条件に、その日のチップを渡そうとした。その時ロビンソンは体調を崩しておうとした。ロスマンは外へ連れ出そうとするが、 ロビンソンは歩けない。やむを得ず代理を立てて、持ち場を離れたロスマンは、エレベーターボーイたちの寝室に、ロビンソンを担ぎ込んだ。ロスマンは持ち場へ戻ると、自分の不在がボーイ長に露見したことを知らされた。事務室へ行くと、ロスマンはボーイ長に各種を宣告される。さらに、門営主任にも軟喫され、調理主任やテレーゼにも、ロスマンの失態が伝えられた。 ロスマンを信じる二人だが、寝室のロビンソンが大暴れをしたことが伝わってきた。さらに、ロスマンの立場は悪くなり、首が決定する。袋田たきにあって、怪我だらけのロビンソンを連れて、ロスマンはホテルを出た。ロスマンとロビンソンは、ドラマルシュのアパートへやってきた。彼はとても高い部屋に住んでおり、二人を迎え入れて、同性相手のブルネルダに引き合わせた。 彼女は極度の肥満体で、部屋で寝そべっていた。とてもあがままな性格だが、ドラマルシュはうまくあしらっている。ロビンソンはロスマンに、これまでの経緯を語った。二人で物恋をした相手がブルネルダで、ドラマルシュはうまく取り入ったという。ロビンソンは、温情で使用人として生活していた。怪我をしたロビンソン代わりに、ロスマンも使用人として生活することになった。その夜、 判事選挙の候補者演説が行われていた。お祭りのような騒ぎにロスマンは引きつけられた。しかし、ブルネルダに逆らったことから、ロスマンは、妻はじきにされる。夜中、隣の部屋の学生メンデルと話し合い、学業と生活の両立の苦労を知らされる。結局、今すぐ働くべきだとロスマンは決断した。ロスマンはロビンソンに起こされる。ドラマルシュと一緒に、 わがまま放題のブルネルダをなだめながら三人がかりで彼女の入浴を手伝う。入浴後の水黒いに際してもブルネルダに怒鳴られるロスマンたち。ロスマンは投げやりに朝食の準備をするが帰って手際がいいとブルネルダに褒められた。ロスマンはご褒美として一握りの菓子をもらった。ある朝、ロスマンはブルネルダを病人用の手押し車に乗せて玄関を出た。 人目につかないよう、早朝の出発となった。ブルネルダを灰色の布で包んで姿を隠すが、警官に見とがめられる。身分証明を見せてその場をしのぐが、通行人も興味深そうに覗いてくる。中身はリンゴだと言い張り、ロスマンは先を急ぐ。やがて二十五番地の建物が見えてきた。管理人に会い、ロスマンはほっと一息をついた。ロスマンは街角でポスターを見かけた。 そこには、オクラホマ劇場が、クレートンの競馬場で団員を募集する旨が、書かれている。報酬は一切記載がないが、ロスマンは、条件不問の文言に惹かれる。交通費を勘定していると見知らぬ紳士が肩を叩き、クレートン行きを励ましてくれた。ロスマンは、地下鉄で、クレートンへ向かう。競馬場の入り口では何百人もの女たちが、白い天使のいでたちでトランペットを鳴らしていた。 だが聴衆はあまりおらず、ロスマンは妻と馬車の子供を連れた中年男性に話を聞くが、やはり応募者はほとんどいないという。男の妻に採用手続きの場所を確認するよう依頼され、舞台へ上がったロスマンは天使の一人に声をかけられる。それは懐かしい女友達のファニーだった。再会を祝し、ロスマンはファニーのトランペットを借りた。 周りは好き勝手に吹いている中で、ロスマンは上手に演奏できた。男の楽団もいることを聞くが、ファニーは配属されても会えないかもしれないという。オクラホマ劇場は範囲が見えないほど大きな世界一の大劇場だというのだ。採用場所が審判席であることを教えてもらい、ロスマンは人事主任に会う。家族連れの男も迎え入れ、採用面接が始まった。 ロスマンは身分証を持たず、技術者として名乗り出る。しかし技術者、死亡であることが分かると、別の窓口へ回される。さらに別の窓口へ回され、結局、ヨーロッパの中学卒窓口で採用となった。ロスマンは担当の主任に、ネグロ、黒人の意味と偽名を名乗る。正式に採用が決まり、外へ出ると、先ほどの家族連れも採用が決まったと知らせてくれた。 ロスマンは自分の体調に前職は事務所にいたこと中、ロスマンが事務所で働いていた記述は前章や他の断片にはなく別の相話を挟む予定があったと考えられる。そこでの仕事には満足していなかったことを伝えた。面談の結果ロスマン、ネグロは技術労働者に決まった。ファニーに伝えようとしたが、天使たちはすでに次の場所へ出発したという。 採用者に豪華な会食が振る舞われ、その一人が長々と答弁を述べていた。その園籍で、ロスマンはジャコモに再会した。彼はエレベーターボーイとして採用されたという。その時、人事主任が壇上に現れ、オクラホマへの出発を告げた。採用者たちは急いで駅へ向かい、列車に乗った。二日二番の旅が続いた。 ロスマンはジャコモと隣合わせに座り、向かい合わせの少年たちとも親しくなった。第1日目、列車は山岳地帯を通った。川幅の広い渓流の上を列車は走る。水面に近いところを走ると、霊気がロスマンの顔にかかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。